ヘリコです。前回買ってきた食虫植物をちゃんと説明していきたいなと思います。買ってきたの、ブドウじゃないです。こっち。見えるかな？ほい。ハエトリソウ。みんな大好きハエトリソウ。さあ、王道ですね。私にとっては鬼門ですけど。名前の通りね、ハエトリソウな見た目です。北アメリカに生息しています。ノースカロライナとかが有名かな。このね、歯の中にあるトゲ、1本とか8本とかあるんです。だいたい6本かなあるんですけど、トゲを2回触ると閉まります。やってみようか。どれにする？これする？トゲがここに1、2、3ってあるね。行くで、ね、1回だけまず。トゥン。閉まりません。トゥントゥン。閉まった。見えた見えた。っていうか、私何回か触ってしまったな今。もう一回やろうか。行きます。どこや。1回閉まりません。2回閉まった。見えた。閉まったね。なんで2回かっていうと、ハエトリソウは生きた虫捕まえたいんですよ。枯れた葉っぱとか雨水とかそういうのでパカ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 閉めとったら、先に自分の体力が尽きて枯れてまうから、中でうにょうにょ動いて2回中のトゲに触れられた時だけ閉まるようになってるっていうのが定説。ちなみに閉まってから中でも虫ここを動くやんか、そういう風に動いてる間に葉っぱがこうなってたんが、ドド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 ドってなるよ。閉じるのに体力使うって言うたけど、一回閉じたら頑張って開くのに1日以上かかる子もいます。お店で見つけても片っ端からずん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 全部閉めるとか、そういうのはやめてあげてください。自生地が北アメリカっていう風に言ったけど、日本とだいぶ気候が似ています。四季があります。なので年中野外で育てて大丈夫です。太陽が大好きなんで、室内やと日光が足りなくって、なんか徒長したりとか枯れてしまったりとかっていうこともあります。室内で綺麗に育ててる人っていうのは、多分 LED ライト、植物用の LED ライトを使ってるんやと思います。それから基本腰水です。湿地に生えてる植物なんで、植木鉢の下1センチぐらいをトレーとかトロ箱とかそういうのでお水を張った状態でいつも育ててあげてください。鉢の底を水につけといてあげてください。で、名前のハエトリソウなんやけど、ホームセンターでね、時々ね、コバエ退治にどうぞっていう風に書いてあるんですよ。食虫植物、特にハエトリソウ。もうほんまそれ見てね、多分ね、そういうコバエ退治って言うたら絶対室内に置くやんか。そういうところでうまいこと育つわけがないんよ。だからね、すっごい悲しい。肉映えとか金映えとかそういうのが寄ってくるのは見かけます。あとガーとかも寄ってきてます。でもコバエ食べません。残念。はい、モウセンゴケ。これさ、日本に何種類かあるんよね。言うてもこれはあれへんけど、自生地に行ったらトンボが無残に引っかかってるイメージ。ネバネバの液体をこの葉っぱの先の突起のところから出してます。そこに虫がついたらもう離れれませんみたいになる。太陽に当てるとね、すっごい綺麗なんよね。ちょっと今もう乾燥してしもてて無理かもしれへんけど、伸びるかな。見える？このなんかこのほら粘着。あ、ちょっと伸びた。ちょっと伸びる、ちょっと伸びる。見えへんか。でね、うちの部屋がちょっと乾燥してるんで、粘着液がどん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 なくなっていってます。自生地は多いのは日本を含めて世界の湿地帯、アメリカ、アジア、あとアフリカとか。中にはね、夏場に休眠するような球根のんとか一年草のんとか、なんか熱帯のようわからんちょっといびつな形したやつとか、いろいろ変わり種みたいなのがいっぱいあるんで、見た目のバリエーションがあって面白いよね。買ったら自分のドロセラがまずどういうところに住んでるのかちゃんと調べてあげてほしいと思います。もう全然育て方違うんで。ね、ホームセンで売ってるやつはだいたい野外の腰水で太陽にいっぱい当てて育ててあげてください。ちょっと雪が降るとか水盤が凍るとかそういう地域の人は家の中に入れた方がいいかもしれません。
もうね、自生地行ったらこういうタイプじゃない、 このぐらいのちっちゃいのがうわーって広がってる地域があって、もうあればね、圧巻です。もうほんと見てほしい。また次回の動画でお会いしましょう。ほなまたねー。